どうもこんにちは、世界的 VIP Kです。今回はですね、エクスペリア X パフォーマンスのパワーディレクターエンコードテストやっていきたいと思います。というのもですね、このエクスペリア X パフォーマンスはですね、僕の撮影用スマホとして長年付き添ってきた仲間なんです。パワーディレクターのエンコードテスト、まあよくやってますけど、この子がどれぐらいの性能を発揮してくれるのかっていうのがね、正直僕楽しみにしてるんで、今回はですね、その映像を撮りたいと思います。結構ですね、まあ期待できるんじゃないかなと思ってます。いきますよ、よーいスタート。いやー、始まりました。多分ですね、性能的に見てみても多分いい結果を出してくれるんじゃないかなと思ってます。まあ7分とか言ってくれれば最高かなと思います。で、6分とかになってきたらもう歓喜しちゃいますよね。遅くても10分は超えなければ僕はいいかなと思ってるんで、さすがに10分超えちゃうと素材の長さを超えちゃうわけですよ。そうなるとちょっとね、編集機としては厳しいかなっていう風に見ているんで、まあそこら辺だけね、僕の期待にね、応えてくれればなという感じに思います。ではまた 90% ぐらいでお会いしましょう。はい、終わり。はい、結果7分40秒98でした。いやー、思ってた以上に早かった。よかったわ。でもね、エクスペリアの性能から考えてもうちょっと早くてもいいかなとは思ったんですけど、まあまあ十分でしょう。こんな感じですね。はい、いろいろですね、エクスペリア熱暴走とか問題あるんですけども、こんな感じですね、性能で見てみると意外や意外結構ね、いいんですよね。だから僕はよく使ってます。まあ、こんな感じですね。誰かの参考になれば幸いです。お疲れ様でした。